今日は YouTube のとっても便利な機能、動画の再生速度の変更方法をご紹介したいと思います。動画の中でちらっとお話ししたところ、皆さんから知らなかったよという声をたくさんいただいたので、動画の中ではパソコンからの方法しかお話ししていなかったんですが、スマートフォンからの方法も今回はお話ししていこうと思います。ではまずはパソコンからの方法をお話しします。パソコンをご利用の場合はこのようにカーソルを映像の部分に持ってくると設定が出てきます。この歯車マークが設定になりますので、こちらをクリックして再生速度をクリックしてください。そうするとこのように倍速が選べますので、 0.5 倍速で再生中、数字が小さくなればゆっくりになって、大きくなれば速くなります。ただいま2倍速で再生中。元に戻したいときは標準をクリックして元に戻ります。次にスマートフォンをご利用の場合です。スマートフォンやタブレットでメニュー画面を出すためには、一度映像の部分をタップします。そうするとこのようにいろいろ出てくるんですが、右上の点点点の部分をクリックしていただくと、このようにメニューが出てきます。この中の再生速度をクリックして倍速を選びます。ただいま 0.5 倍速で再生中です。このようにスローで聞くことができます。変更したい場合はもう一度映像をタップして、右上の点点点をクリックします。ただいま2倍速で演奏中です。戻したい場合は同じようにクリックして標準を押すと元の速さに戻ります。いかがだったでしょうか。とっても便利な機能なので、私たちもよく使わせていただいています。今のところ早かったからもうちょっとゆっくりじっくり見たいなっていう時とか、耳コピをする時とか、様々な場面で使っています。以前の動画でもゆっくり見てみるとまた新たな発見があったりするかもしれないので、特に解説動画とかはぜひ使ってみてください。スローにするとすごい表情してる時とかもあるかもしれませんが、そこはぜひ目をつぶってご覧ください。